こちらで中学校団体リーグ戦を行います。東南海クラブ、西の地区、高校生東区県で西馬城との戦勝です。中堅生東稲井君、西大原君危険で東稲井君の選手です。対象生東久保君、西谷口君。
中堅戦両者危険です。大将戦東島村君、西井谷口君。立ち合いぞ。90いけ90。うまい。気持ち出していけ。寄り切りにて西谷口くんの勝ち。以上の結果、1対1で両者負けとなります。黄色対戦、東コーナークラブ A、西南海クラブ。先行戦、東島村くん、西木屋で島村くんの不戦勝です。中堅戦、東棄権で西稲井君の不戦勝です。大将戦、東島村君、西久保君。よろしくにて西久保君の勝ち。以上結果、2対1で西南海クラブの勝ち。東の地中、西コーナークラブ B、先鋒戦、東今城君、西内村君。呼び切りにて西内村君の勝ち。中堅戦両者見てみます。大将戦、東谷口君、西北川君。以上の結果、1対1で両者負けとなります。終了となりますので、リーグ戦の結果をお知らせいたします。南海クラブ2勝5点、江南クラブ A 0勝2点、江南クラブ B 2勝5点、のち中0勝3点、南海クラブと江南クラブ B が2勝5点で並んでおりますので、3位対戦を東江南 B、西南海クラブ。先鋒戦、東内村君、西池光樹、内村君選手。中堅戦、東池光樹、西稲井君選手。あれがホタルみたいなの運び。大将戦、東北川区、西久保区。
強いて西久保君の勝ち。以上の結果、2対1で南海クラブの勝ち。中学校の部、優勝南海クラブ、準優勝江南クラブ B、第3位の地主と決定いたしました。中学校個人1年生の部を行います。東江南クラブ A 島村部、西の一中大原部、西大原部危険で東島村部の選手です。東井の父を今城と西井江南クラブに内村君。呼び込み見て西一郎君の勝ち。1年生の部決勝戦を行います。東江南クラブ A 島村君、西江南クラブ B 内村君。寄り切りにて西市村君の勝ち。以上の結果、1年生の部優勝江南クラブ B 内村君、準優勝江南クラブ A 島村君、第3位の市長今城君と決定いたしました。続いて東南海クラブ久保君、西の市長谷口君。寄り倒しにて東久保君の勝ち。えらい子に勝った。えらい子に勝った。いや、東南海クラブ、西南海クラブ、ユナイテッド。
上手投げにて東久保君の勝ち。誰にも置いてもらった監督。おいいね。東の内中央谷口、西南海峡に向いて。そのまま、あれ、え、ここ入れていい？この肩でどこ？まずぶつかって横に行くから。あ、それガンバン持ってきて。ネガのガンバン持ってきちゃって。全部全部取って。優勝、南海クラブ久保君、準優勝、野内中谷口君、第3位、南海クラブ宮内君と決定いたします。東、江南クラブ A、島村君、西、江南クラブ B、北川君。押し出しにて西北川君の勝ち。東高年クラブ A、島村区、西高年クラブ A、下関区。飛行機終わり。
押し出しにて東北川君の勝ち。以上結果、3年生の部優勝、コーナークラブ北川君、準優勝、コーナークラブ下瀬君、第3位、コーナークラブ一番村君と決めました。中学校個人ベストの部を行います。トーナメント表の下から3番目、もう一中学校大原くんが結合のため、そこに、江南 A 宇都瀬くんが入ります。それではベストの部を行います。東野一中今城くん、西江南クラブ B 北川くん。ただいまの勝負、押し出しにて西北川君の勝ち。次の対戦、東南海クラブ稲井君、西江南クラブ A 島村君。ただいまの勝負、寄り切りにて東稲井君の勝ち。次の対戦、東江南クラブ B 内村君、西江南クラブ B 北川君。ちょっと、もうこれ抜ける。頑張れ頑張れ。なんこれ、ただいまの勝負、寄り切りにて西北川君の勝ち。次の対戦、東南海クラブ久保君、西江南クラブ A 下瀬君。ただいまの勝負、押し出しにて東久保君の勝ち。次の対戦、東の一中谷口君、西江南クラブ A 島村君。ただいま勝負、押し出しにて東谷口くんの勝ち。準決勝戦に入ります。東南海クラブ稲井くん、西江南クラブ B 北川くん。ただいまの勝負、押し出しにて西北川君の勝ち。次の対戦、東南海クラブ久保君、西野一中谷口君。
構え。両手をどうぞ。はい、どうも。キュイ残った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 審判団協議の結果、ウッチャリで東、久保君の勝ち。久保君は西に回ってください。決勝戦を行います。東江南クラブ B 北川君、西南海クラブ久保君。ただいまの勝負、より気に入って東、北川君の勝ち。以上の結果、中学校個人ベストの部優勝、江南クラブ B、北川君、準優勝、南海クラブ、久保君、第3位、南海クラブ、稲井君、同じく第3位、野市中、谷口君と決定しました。